な俺たちをどうする気だ。何もかも奪われちまった。神通の力あるもの、その身に慈しみを欲するならばそこな社に詣でるがよい。はしごを下ろしてくれ。まさか自分だけ助かろうと。自分だけってことか。もっと早く逃げていれば。てめえで見極めると。もうこの村は終わりじゃ。あの子にも教えてやるべきだったか。何か他に獲物になるようなもんは。
その隙を狙ってやる。技の終わり、すなわち斬新にて気を整える。確かこの森の小屋にあれで一瞬報いてやる。その力、果たして主に許しうるか。ワンの月氏は無垢なる神の子、さまよう小玉はあるべきところへ。
Yeah.
雲神、御身に慈しみの心あらば、そのお増しどころへとお連れしたまえ。すまねえな、俺だって命が欲しいんだ。
その不足。なんて重さだ。これじゃまともに動けねえ。なる斬新なさば周囲の気は共鳴し常世を打ち払う力とならん。昔から漂うマガマガしき木誰に飲まれてはならぬ。あの異国の船で何が起こっているんだ。
俺の目の前で。 雲の時折、器に宿りし神が魂、仏塩にありていずこをさまよう。
でおくれ。
思議だろう。この技もぼんやりと光っておるのじゃ。くださるのですな。え、帰り道が分からぬと。
supposed to be an easy job. Easy money.
are you? A foreigner? Your skill against Oni is impressive. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. Dawn is breaking.人であった太后秀吉様が亡くなり、この国では今二人の侍が歯を競っておる。一人は秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九州へ参ったのだ。ウィリアム、近頃巷には地味猛獰が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな、あやかし騒ぎを追えばお主の敵も現れよう。まずは家康様に近しい隣国豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。